手間要害は、鳥取県最白郡南部町地内に存在した城郭、天満山城、天満要害などとも呼ばれる。手間要害の築城時期は不明であるが、日野市が築城したと言われる。現在、城の遺構は、主格のある手間山、黒群の確認される全棚山を含めると、広範囲で大規模なものが残存しており、すべてを日野市が単独で築いたとするよりも、 日野市以降に城に入った杉原森重らによって城の拡張などが行われ大規模なものとなったとする見方が有力である。戦国時代の手間用外には日野孫左衛門が入っていた。A63 年には杉原森重が天古市に備えて天満山武進を行い天子市に対する軍事拠点としての整備がなされた。A6 年間の初めに毛利市に降った 日の孫左衛門は、同5年に、天子市へ復帰、西放棄の軍事拠点を失った毛利氏は衝撃を受けた。翌永6 6年4月には、片山平左衛門城が、天満片屋を焼き崩すなど奪還に向けて動いた結果、同7年の早い時期には再び、取り戻すことに成功し、杉原森重が入城して、家臣の勝負様三浦ら三百余命が置かれた。その後、 20年間ほど手間要害は文献から姿を消すがこの間も杉原一族が城に入っていたと考えられている。天正12年に杉原影森が自陣した際には手間要害も落城しており杉原氏の城として重要な役割を果たしていた。また天正19年当時毛利氏が西放棄に保持していた5カ所の城の中に手間の記述が見える。 ありがとうございます。